モンストレーションしているので形を比べてみましょう。さっきも言いましたけどこれ材一緒です、マットサイドのロジェットでからボディのですね深さも実はこれ一緒なんですね。厚みも一緒です。でこのもう一回表から見た時のですねこのボディシェイプを比べてほしいんですけども、僕もですねこの仕事始める前にこの2本が石橋学生で並んでれば多分同じギターが2本並んでると思って素通りしてたぐらいのなんですけどもよく見てください、これですねちょうどこのウエストの部分とローアバウトの部分を比べていただくとですねこっちの方がね1センチぐらい幅が広いんですね。今僕弾いたのそれからこのサウンドホールとこのブリッジの部分のこの距離も比べてほしいんですけどこっちも少し長いの分かりますかね。若干こっちのボディが少し大きいんですよ。この形はですね僕今2本目に聴いたギターは1番だが6番で終わる型番で6で終わるのはこれみんなこの形です。グランドシンフォニー略して GS という形になります。ボディが少しだけ一回り大きいだけで皆さんがですねコードを3つ聞いただけですぐ分かるぐらい低域のパンチ力と、絶対的な音の厚さと厚みとそれから音量ですね。こっちのも少し音量が出ます。同じ力で弾いた時にこっちの音が大きいんですね。ですからこのギターどなたに向いてるか、さっきの GA が非常にバランスが良かったとすると、少しパンチ力があって絶対的なヘッドルーム音が大きく出るので強くピッキングされる方に向いてます。ですから、ストロークでとにかくメインはもうストロークなんだとなんだという方ですね。まだまだ上出ます、そのぐらいですね。